皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、7月の26日、日本時間で10時57分午前中です。今から申し上げる、頭の中で考える内容も心の声も喋、る内容も、名称等を出したとしたとしても、その人たちと今現在つなげるのはやめてください。起こしかねませんので。では今から、ご覧になられた時に、つながるような形で良いと思います。なでしこジャパン、本日の試合、日本時間ですと0時00から試合開始でしたので、日付がちょうど変わったので、本日という試合が終わった形ですけども、夜中の試合本日に終わったという形なので、本日と言わせていただきます。試合開始の時からテレビを見ていなければならないというルールでは、こちらの方としては、安全面が、基本的に、構成するのが難しいという状況になります。0時00を過ぎた時に、こちらも日本時間で物事を対応しています。で、天の神様への、世界中の方たちの安全のお祈りを、しています。で、その辺のところとか、細かい台風への対応の仕方等もありまして、台風が、できるだけ大型化しないように、勢力が強まらないように、対応していたりだとかですね。そういうふうなことをしてるんですけど、昨日の試合の一連の状況なんですけども、なでしこジャパンの試合が0時00からあるのは、情報として、入手していました。で、その前の男子日本サッカーに関して、放棄するっていうような内容を記載していて、とりあえず寝て、その後2度目は寝、できなかったんですけども、その後起こされたその直後です。その後だいぶ経ってから、昼寝はできてるんですけども、わずかですよ。トータルで、5時間ぐらい寝れたかな、どうかなというところです。で、昨日の試合途中参加という形になったんですけども、12時40分ぐらいですので、前半、40分ぐらいなんですね。で、得点は1対1で、どうしても、私が参加してない形ではああいう風になります。私の自宅の方でどういう風な状況が起きていたかって言ったら、男子サッカーの時は違うかったんですけども、それとも1回寝た後にそういう風な現象がすでに発生していたのかもしれませんけども、電波で、いろいろ言われます。誰かを思い出します。その人まで巻き込まれてるような音声聞かされていますという状態だったんですね。中学生の頃の同級生だったものを思い出した時に、つながって、こっちも無理だからっていうような、音声とか電波でも明確に聞こえてきてるんですよ。で、コンピューターに、その人とはもう遮断しといてということを言っても、機能しない。で、こちらの心情としても、これはまずいなと。いうことで、どちらにしても寝させてもらえないんだったら、もう前向きに、試合の勝ち負け、途中参加からでも、勝ってきた実績はありますので、これもするしかないと。天の神様への安全のお祈りはしています。日本時間で物事をこちらは日本人なので動かしてます。で、これは世界中どこの国でも国籍で物事、時間帯を見るものであって、それが普通であります。となると、当然、その日まだ遊んでいません。それなりに数だけの状況が整ってるんですよ。で、その後、試合経過を見ていて、テレビの画面を向かって見て、右手が日本の陣営ですけども、ゴールエリアライン、
まあ、ボールが外に出たら、ゴールキックとかになるあのラインのあたりのところで、まあ、日本人選手が両手で、スペインの選手に押されてるんですね。で男子の、FIFA サッカーの方ではああいう風なプレーを他国の人がしてしまうと日本人得点できてるんですよ。それ理由で。で、それはあのサッカーの正式なルールで手を使ってはならない。ただある程度相手と接触する瞬間にある程度こう手が当たったりとかって、これはこう故意的にこうドンと押すとかじゃなくて、こう自然とこう動いた時に手が接触するっていうのは、これはもうある程度のところはこれはもうセーフでいいと思ってます。無理がありますから。その自分の勢いこのままだったら相手選手にぶつかるっていう時もこう手でこうぶつからないように、あのこうぶつかってはしまうんですけども、こう強い衝撃がいかないようにこうというような、場面もありますので。ただまあやっぱりあの他国の選手でこう普段の多分プレーからの癖でどうしてもこう結構手が出てしまう。日本人も全くあるかっていうと一瞬あったりする場面はあるんですけども、圧倒的にやっぱりスペインの人たちの方が多いんですよ。でそれ理由で僕は、まあ、世界のルールは法律、まあ、心の言葉の組み上げですね。まあもちろん僕は淡井圭介は、頭の中も心の声も喋る声も使用します。ホームページ淡井圭介の履歴があります。そちらで書いている、面白い話、おかしい話、笑い話は、省きます。大体まあそういうふうな内容、まあとにかく笑い話の部分を省いておく。 YouTube で喋っている内容も適用されます。そういった形で、言葉のワードを組み上げていって頭の供給等を行っているんですけども、それなりに前半の方は頭の中を渡しやすい状況が出来上がってるんですよ。でその民法720条の正当防衛1-2を行使しますと、要するに両手で押されたこと、それ理由で、得点しに行くと、そういうことを考えたんですけども、その試合自体が、日本が先に先制をしていて、でスペインが追いついてる、私参加のところからすると同点だからそこはもうイーブンなんですよ。でこれは試合だから、どちらが先制するうんぬんっていうところだけの話ではないんです。制度防衛ってそういうわけじゃないんですよ。いろんな形が発生しますので。で、まあ、あの、クリーンなプレーができてるかどうか、ダーティーなプレーをしているかしていないのか、それ理由で得点しようと。誰かが睡眠不足になるっていう世界自体が、これはもう無理があると。で、正直人殺してしまってると。これが現実ですから、まずその現実を受け入れて、むやみやたらに、その時間帯に起きていたくもない人を巻き込むべきではないと。まあ、こういうふうな話になってくるんですけども、そこで日本人選手の方が、ちょっと今も、名前、選手もだいぶ世代交代してますので、名前わからなかったんですけども、途中で右膝、選手との接触で足同士が当たってないんですけども、右膝がものすごく痛くなったと思うんですね。それ僕もあるんですよ。特にスポーツの勝ち負けを意識してるときに、河川の撮影しに行ってるときもそうですけども、河川の撮影しに行ってない家の中で普通に歩いているときでさえ、急に足がガクってなったりだとか、右膝がすごく痛くなったりだとか、それ報道番組を見ていてもなるんですよ。ボキって音何回もなります。なってます。今まで今年だけでもう全部の回数合わせたら10回超えてると思います。本当にこう、まあ足が折れるとまで言いませんけども、かなり間接的にもなんかこう危険なダメージの被り方があって、これを考えていくと、まあ相撲という競技はどちらかというと昔から膝悪くしたり云々とかもあります。で、オリンピックの範囲内で言うとレスリングに関して、相手の両足を持って抱えて回転するっていう、まあポイントの取り方があるんですけども、
たまに足が関節技状態で決まってしまって、今までの例でいくと足骨折した人もいらっしゃると思うんですよ。あとはそのどこからどこまでつながってるかの話で、まあ心の組み上げで僕もその辺意識してましたから、格闘技に関しては一旦排除。一番危ないのは総合格闘技で、関節技とか簡単にあるわけじゃないですか。で、場合によっては本当に折れたケースとかもありますし、折れる一歩手前までなんですね、あのルール的に。まあ、勢い余ってとかそういう部分はどうしても出てきてしまって、でそういうふうな部分でもしかしたら我々の方が、そういう選手から一時的にかばってる可能性があるんですよ、痛みと。でまあその正当防衛、民法720条1102を行使しますって言った時に、その途中で右膝が痛くなって、選手と接触した瞬間足同士がぶつかってないんですよ。だけどもそういうのが発生している選手は、その内容を聞いた時に自分たちが先に先制点を入れたから、それだったら負けるかもしれないって思っちゃったんですよ。反応の仕方で見ていて分かります。頭の中の考えている内容が分からなかったとしても、それで多分その右膝がああいう風になった、これは可能性として非常に高いんですよ。で、試合の中でもね、正直僕もこう思ってしまったことはあるんですよ。例えば、天気のこと云々等に関しては、台風の数も今年に関しては、世界中で見ると、かなり抑え込んでいます。で、その功績を考えると、まあ、3得点。できて十二分に当たり前の当然のことであって、でただしそれを考えた時に、インターネット記事を見た時に、男子バレーボールの試合は、午前9時からっていう日付まで詳細を書いてないインターネット記事があったんですね。これはもう、まあ、マスコミの人たちもしっかりと今ちょっと電車通ってるんで、ある程度声出さなかったら、聞こえないと思いますので、マスコミの人たちもいついつ日本時間の日付で何時から試合開始と、こういうことをお書いてもらわなかったら、こちらも寝させてもらえない状況がある。こうなってくると、もうそこ気持ちで負けるんじゃなくて、良い意味でも気持ちのチェンジ、切り替えで、まあ、気持ちの持ち直しでもいいと思います。もう取り組むしかないと。もうこれで行くしかないと思ったんですね。進めるしか。行くということは進行する、進めるということです。たまに略を使ってしまいますので、法廷でも、ずっと敬語だとか、ずっと正しい日本語っていうのは、それを使用できなかったとしても大丈夫ですと。いうことは裁判官の方もおっしゃっています。これは裁判官の人たちからしても、我々もそれは無理だと思ってるんですっていうのが答えなんですよ。相手との相対性がありますから。人同士がこうつながるし、相手がちょっと間違えたときに、喋る言葉がちょっと間違えたりする部分がある。こうなってくると、今も僕、敬語使えませんでしたよね。これが現実なんですよ。どこかで相手の部分を許す部分とかも持っておかなければならない。で、試合中、相手チームの監督の方は女性ですよね。それとは別の方で、多分スペインの方だとは思うんですけども、男性と女性が座っていた時に、多分僕の声だと思うんですけども、その言葉は絶対僕は使用しません。それを言ってしまったり考えたりしてしまうと、とんでもないことになりますから。ただし得点を取りに行くっていうことはある程度考えていて、画面がコロ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 映っている人が変わるので、それは相手に聞こえると思います。で、それはそのスペインの方が
老人男性ともう一人女性の方が座ってこうまあ肘つきながらこう考えていらっしゃる時に、多分僕の声で聞こえていると思うんですね。多分コンピューターを通して、僕中継で聞こえていると思うんですけども、鶏肉はっていうようなこう言い方自体がすごくちょっと相手を脅すような声にちょっと近いような、そういうような言葉遣い、それは絶対ないです。私の方でもそれしてしまうとろくなことがない。日本側がそれも国内のスポーツの勝ち負けでももう全部同じなんですよ。とあとはまあ昔からそうなんですけども、まあ日本国内でね、もうこれ日本人が悪いっていうことになってくるんですけども、僕に、喧嘩を打ってくる人間、本人がヘラヘラヘラ笑って、で僕にある程度叱って注意される、それはある程度感情表現を出して叱らなかったら僕より年上とかそれぐらいのことでね、調子に乗ってる連中なんかいくらでも存在するんですよ。調子に乗ってるから緊張感がないから笑ってしまうんですよ。で何回もそれ仕掛けてきていて、昨日のその前の日、プロ野球のオールスターの試合があった日に、イオンモールで、髪の毛が金髪と茶髪の間ぐらいの眼鏡をかけた、僕より年配の女性ともう一人別の女性が、体温を取ることを仕掛けてきたんですね。で、すぐに僕は取り返しました。でそしたら強いとか言いながら笑ってるんですよ。こっちからしたら鬱陶しいから、何してんのと、君たち髪の毛染めてるのは海洋基本違反だよって、だから髪の毛染めているからそうなるんだよっていうことは今まで散々説明してきていました。本当に危険だからやめなさいって言ってるんです。結果出てるんですよ。髪の毛染めてる人たちの方が大きがしてるんです。でそれを海外からの助っ人の話で、あと横浜 DeNA の、優勝を阻害する日本のスーパーコンピューターの稼働の仕方だと思うんですけども、オールスターに入れていたオースティンっていう横浜 DeNA の選手、私が公言していますセリーグ今年優勝する球団は横浜 DeNA だと、まあ、それに向けて、取り組んでるんですけども、その選手が趣味の時にバウンドがイレギュラーをして顔面直撃して出血してるんですよ。でそれはもう今一旦試合に出る 見合わせと、こういうふうな状況があるんですね。だから誰彼構わず絶対に僕を怒らせに来たらダメなんです。どこかで誰かがっていうことが、もうこれも明確に時間帯も多分同じだと思いますよ。オールスターの時間帯で大体僕買い物に行くのが、そのイオンモールに行くのが19時30分とかなんですけども、まあそういうことがあったから、昨日に関してはちょっと自動的な部分はあるんですけども、買い物行く時間を変えたりだとか、まあそれで、絡んでくる連中っていうのを、まあ回避したりとかもしてるんですけど、これは限界があります。テレビのチャンネルで例えば、バラエティ番組のチャンネルをつけただけで、外から絡みに来る人間が、家の中の僕に向かってねごちゃごちゃ言ってくる人間が、多数います。でだからその遊んではならないルールとかっていうのも少し変で、 WHO 世界保健機関の考え方からすると、一般的な、各自自分の健康とか身の安全っていうものが最優先であって、でまあこれは災害時にも当てはまります。でそういう連中が来た時にヘッドホンつけて音楽を聴いていたら、言ってきてることが聞き取りづらいじゃないですか。これは結構耐えれやすいんですよ。けどダイレクトにこう聞こえてくる声とか、あと車のドアの音バターンだとか、だからそれに関しては耐えれることと耐えれないことがやっぱりあります。毎日毎日耐えていてもストレスが積み上がっていって、だからまあ僕の動画、ホームページは YKS 君の劇の一番で、まあ、聞いてくれてる人は聞いてくれていて、練習中のその女子なでしこジャパンもこう仕草でね、こう泣いてるようなこう仕草で、淡井さんがどんな目に遭ってきたかっていうのが、よく分かってるから、まあ、そういうふうな仕草をしてくれてることはこちらも理解しています。でもちろんその辺のところは、昨日ちょっとだけ昼寝もしてますから、トータルの時間が睡眠時間5時間ぐらいだったとしても、
まあこれ夜中の2時まで持つなと、まあ、そういうような形で、まあ、勝ちに行きます。もちろんそのワードも使ってます。これ使わなきゃならないですよ。で、途中で、なでしこジャパンの監督さんの方がこう声を出してね、このままだったらヤクザになってしまうぞっていうことになってしまうとか、まあそういうようなことを、叫ばれた、そのシーン映っています。でこれははっきりさせておきます。ヤクザとは一文字飛ばしの薬剤師のことなんです。でそこから先の医者もアウトなんです。対して効力ない薬を税金使って売ってしまってますから、本当は横領事件です。で本当に横領事件です。で精神を生産されなくなる薬とか、これは裁判所で罰せられるはずです。絶対に何があろうと思う、そんなものを飲ませる必要ないですから。最悪そこから奇刑事作って、医療業界でその奇刑事の人たちを身体障害者の人間として、なんとか学園とかに閉じ込めて、この近くにあります、有野中町三丁目の範囲内だったと思うんですますけども、岡場駅と、田尾寺駅の間にあります。でそこで金稼ぎができてしまっています、医療機関としてね。だ医療機関がいかにダーティーで、コロナウイルスがいかにダーティーなものだったか、それも政府が発表しない時点でおかしいんですよ。犯人が誰かっていうと、誰が作ったかって、エネルギーの残存量問題ありきで弱ってる人を殺してしまおうと、特にご老体の方とかね、抵抗力がなくなった人たち、世界中でも死にたくさん出ましたよね。もう今時代そういう事態だったんですよ。でもちろんこれは世界中の政府上層部の人間はそうすればいいってなるって思ってる人ほとんどいないと思います。一部の人間は暴走してしまってるんです。な国としても渡航制限かけたりだとか、そういう人たちが増えないような対応を、テレビのニュースでしていました。ただし警察官の人で、この間運転免許証を更新しに行った時にこういう証言もあったんですよ。わしなんか2回もコロナウイルスかかってしまってって言ってたんですよ。それ僕は忘れたもん、エネルギーの残存量問題で、注射を打たれたんですよね。でその会話の中でね、もう何回もワクチンの注射を打ちに行ったって言ったんですよ。忘れたもん、ワクチンの中に入れられてますよと。他にもテレビのニュースでもそのワクチンを打ちに行ったのにコロナウイルスが発症してるっていう例をテレビで放送されてるわけじゃないですか。これは医療機関の実態なんですよ。コロナウイルスを打ち込んでるんですよ。多分そうだと思うんですよ。金稼ぎ、異常な。まあそういうふうな内容も試合中正直ちょっとはよぎったりはしたんですけども、っていうの合間で試合のハーフタイムの時にテレビのニュース報道が間に入ってきて、まあ、山形県などで、大雨が発生していて大雨警報が出ていて、河川の氾濫等が昨日のそのなでしこジャパンの試合が始まる前から、まあ、河川の氾濫とかの、ニュースが放送されてたんですね。ただまあ一部見たことあるような映像にもやっぱりまあいろんなところを大量に私は見てきてますから、まあそれでそう見えてるだけかもしれません。しかしまあそれに関してのまあ注意点だとか、まあ河川の土砂かきもそうですけども、流木は流れてきて橋のところで使えるような形で、まあ小さな河川ですけども、横幅高はまあ3メートルぐらいとかですよ。2メートルか3メートルぐらい。だけども、それで、まあ深さが2、3メートルと。だけども、そこで完全に使えてしまうと、それだけの水の量が、まあ全部とは言いませんけども、まあ街中にこうずっと流れっぱなしになると、まあそれ相応の高さまで水が来たりするわけじゃないですか。で、そこなんですよね。間にニュースが入ることによって感覚として後半始まった時頭の中行きにくかったんですよ。でまあ再度、頭
まあ、淡井圭介は心の声も頭の中も話す言葉も使用します、勝ちに行きます日本側でと、まあ、いろんなものを組み上げていって頭の中を供給しようとするんですけども、生きにくくなってました。頭の中は、いろんな方法は考えていました。選手監督コーチがいらっしゃいますと。で、これローテーション制でもいいから、まあ睡眠不足になる人間が、例えば別に一人でもいいわけじゃないですか。で、頭を渡す人間が、これクイズ要素とかもあって、正解を考えていると、まあそれで僕の頭が行く時もあれば、これは多分他者の頭がいってるなっていう時もあるんですよ。まあ、基本的に淡井圭介の頭の中をお渡しいたしますなんですけども、世界の、それだと言葉のワードが長すぎて、サッカーの場合間に合わないんですよ。で、世界のルールは法律で、本人の頭の中の行き先は本人の任意性っていうことで、送っていました。で、そこはあとは、一人の選手に移っていたとしても、ボールが動くわけですから、そのボールの近くにいる選手だけじゃなくて、他の選手にも連結自動で行くようにコンピューターに、こちらで組み上げた内容を適用してもらうと。で、エシロンの話を出したときに、日本人選手の流れすぐ良くなりました。で、片や聞こえてきた声は、エシロンは強すぎるだとか、それ今まで僕は積み上げてきた戦績と、どうすれば頭の中は渡しやすくなるかだとか、それらが全て詰まってますから、それ全て効力発揮されたら、試合中ずっと、どこの国も多分勝てる国、まずないと思います。いろんな方法ありますから。例えばプロ野球選手の160キロのボールを、完全に見えていて、しっかりと捉えれる感覚、あの感覚があったらサッカー界のシュートの速度って皆さんご存知ですよね。あとは距離近いかどうかで、特に、女子の方は、男子と比べると、シュートの威力速度が遅いと。野球の世界では全てスローボールなんですよ。ちょっとやそっと近かったぐらいでも、簡単にキャッチできる範囲内なんですね。まあ、それが男子サッカーのレベルになってくると、まあ、速い人でしたら、120キロ台、130キロ台のシュートを、放ってきますので、それが至近距離だと。やっぱりそれは野球の世界でも至近距離で130キロは反応するのは、これは非常に厳しい。勘でどちらに蹴ってくるかで、例えば極端な話、5メートル前からですよ。その世界からだと、もう勘で、相手の動き見ながら、多分ここに落ち込んでくる。で、飛ぶしかない。ということになってくるんですけども、昨日の試合総合をして言うと、負けた理由に関して、スペインのその男性老人と女性の方がこう座っていたところに、取るっていう言葉を僕の頭経由で聞かせている。で、その辺のところが、それは法律の世界では頭の中を相手選手から取ってしまうと、それは横領罪であって絶対してはならないことであって、横領事件としても民事では言えます。刑事の方だと横領事件だから、過度にそれを行うと強制的な搾取ということになります。まあ、ある一定のある程度の部分は一般の日常世界でもありますから、それはまあ警察の方もこれは言ってるんですけども、警察官の人も、まあ、ある程度のちょっとしたところぐらいはそれはもう辛抱してねと。それでなかったら人間社会に成り立ちませんから。ただ、やっぱりスポーツの勝ち負けの試合ですから、その辺のところは、深く私の方も、注意深く対応しています。だから、
男子バレーボールのことも一瞬考えたんですよ。その3点の得点の、効力はあるっていうことを考えたときに、結局試合を今日見て朝起きて確認したら明日の朝の9時からだったんですね。もしかしたらそこで僕が、今日の朝の9時から試合があるという認識間違いで1点取られた可能性もあります。ということは全試合全ての種目の始まる時間をこれを網羅しなければならない。これはもう東京オリンピックでも経験してるんですけど、これ試合時間動くんですよ。柔道とか1日何試合もしますから、次の試合が何時から始まるっていうのは断定的なことはある程度の時間しかそれを公表することができなくて、その時間を全部ノートに調べ尽くしていこうと思ったら大変で、特に今僕の iPad が日本語に変換できなくなってるんですよ。ローマ字をただ打ち込めるだけで、しかも iPad なのに何かちょっと処理速度が遅くなったりとかして、まあパソコンで行えばまあノート作って、対応はできるんでしょうけども、正直ね、僕の最初の方の感覚、その試合が何時から始まるかをノートに書き写してしまった場合、東京オリンピックは基本的に人間が日本人が、朝起きて夜寝るぐらいの時間帯の範囲内で物事が進んでますから、まあそれでも食事したり、シャワー浴びたりだとか、そういうのがどうしても間に入ってきます。それによって選手に影響も出ます。で、全部が全部クリアするのは不可能なんですよ。それしようと思ったら朝から晩まで食事できなくなるわけじゃないですか。で、睡眠時間も例えば東京オリンピックなんかトライアスロンなんか朝の7時ぐらいから試合が始まっていて、じゃあ一体朝何時に起きなければならないんだっていう話になってきますし、だからもうテレビ見ないでほとんどの試合は、家の中で電波でつながれている状態で対応してた。で、その現象が、昨日から、発動していたっていうのも一つあるかもしれません。ただし男子サッカーの時は試合開始時間が2時ぐらいで、1時までに僕寝てたんですよ。で、まあ4時前ぐらいかな、まあ起こされてるんですけども、まあそれで5対0で勝ってたものですから、もうテレビ見ながらとかしなくていいんじゃないかと。まあその後、すぐに二度寝することができなくて、ただだいぶ時間経過してから、まあまあ昼寝、ちょっとできたりだとか、だからまあどううまく、このオリンピック期間を乗り越えるかというところで、まあもう少し男子バレーボールのことを言うと、その得点の差配をちょっと考えてしまったんですよ。2-1 で勝ったら1点余るわけじゃないですか。もし自分たちに3点分の得点分があったとするのであれば、じゃあその1得点を 1セット分で、今の間に男子バレーボールに送っておこうだとか、そういうことを一瞬考えてしまったんですよ。もしかしたらそれが、勝敗の、分かれ目だった可能性もあります。で、これはプロ野球界とかでも見てもらったら分かると思うんですけども、ある一定の得点の出方がしてるんですね。だからこれはもうコンピューターによって人間が操られてる部分とかもありますし、で、その点数の帳尻をうまく合わせていくと、例えば同時刻に複数の試合があったとしても、複数の球団を勝たせることができたりするんですよ。一つのチームに得点があんまりたくさん偏らなければ、その分もう一つの球団や、別の球団に得点を差配することができますと。まあ経営学みたいなところとちょっと似てくるんですけども、そういう部分は絶対的に入ってると。だからそれを私は長年経験しているから、どうしても一瞬考えてしまったりするんですよ。だからその辺のところで少し自分が甘かったなという部分があります。っていうのは、その得点の根拠に関してあったとしても、後で冷静に考えてみると、2対1で勝った後に、その1点をって考えたらよかったんですよ。試合中に考えるんじゃなくて。脳は考える機能がありますから、今まで経験してきた内容とかありますから、
まあ、それを僕にとって油断かもしれませんし、ただしルールは守ってるんですよ。天の神様への安全のお祈りをしています。で、多分神がかり的な、まあ、心の声で受け答えはしてたんですけども、その倒れ込んでいた、日本人選手の人も神がかり的な力の方ってちゃんと言ってましたんで、僕もその痛み、河川の撮影とかで急に来たりとかしたり、あと足がガクってなる時あるんですよ。急に足の力が取られて、でこれはこの間の阪神タイガースの試合で、まあ、ここ1週間以内なんですけども、木浪選手っていう人が、まあ、ショートの選手なんですけど、守備位置、試合中にどんな現象が起きたかって言いますと、普通の何でもない、ショートゴロですよ。もう中学生でもあっさりさばけます。だけどもキャッチした瞬間に急に足ガクってなって、その瞬間多分足の力取られてると思うんですよ。極端に支えることもできないぐらいで、それから、ファーストに送球したものですから、まあ、間に合ってないと。でこういう現象が事実として発生してるんですよ。でこれがね、スポーツの勝ち負けをしていてテレビを見ていなかったとしても、家の中で僕は歩いている時とかにそういう現象が発生したりしています。結構ありますよ。だ、危険といえば危険なんですよ。こんな状態で老人になった時に僕どうなるんだろうって、家の中で倒れてどっかに頭をぶつけたりだとか、そういう風になったらどうしようって。だから、まあそういう風なことも、まあ一応どういう風な現象が起きてるかっていうこともまあお伝えしておきます。で、うん、でこれはね、まだ試合結果として、だからといって、スペインさん相手に2対1で負けたからといって、必ずしもそれがスペインにとって良いことなのかどうか、これまで分からないんですよ。すべての結果が出てみないと。これ勝ち星の調整とかもあるんですよ。その試合で負けた分、他の競技で勝てる。だって僕は天の神様への安全のお祈りをしていて、台風消滅とかに貢献していて、今年も台風の発生数は今のところ4つです。極端に少ないです。台風の数を今まで多かった時は30後半とかです。世界中の発生してる数です。20数個なんて普通の世界だったんです。で、それを1998年だとか神がかり的な力とか、台風をどうすれば発生数を抑え込めるかっていう、もう台風になる前から数取っておくんですよ。今も日々動画見てもらったら分かると思う通り、これ風吹いてるんですよ。今、風でこう押し付けられてるんですね、カーテンが。今ちょっとヘッドホンで音声、ボリューム最大にして拾ってもらったら分かると思うんですけども、こうやって近づけた時に、風の音が聞こえるはずです。で、そういうふうな形で、まあ、対応を、してまして、まあ、世界中どこの国も正直頭の上がらないレベルの話なんですね。極端な数まで台風、削減しますから。だからスペイン相手には負けたとしても、どこかでその分一勝できる、チームもしくは、種目が出てくる可能性、これはあります。だからまだ慌ててないですね。昨日負けたとしても、もちろん予選の総当たり戦のリーグですよね。あと勝てば2勝1敗で進めるわけですから。で、もっとすごいこと言いますよ。法の下に平等っていう世界です。去年メジャーリーグで、優勝したところはレンジャーズで、ワールドシリーズまだ1回も優勝したことがないところが優勝してるんですよ。これはもうあらかじめ私は言ってました。これは電波を使って強制的に頭の中を搾取とかしたりだとか、さっきの足の力が急に抜けたりだとか、足が痛くなったりだとか、それはもしかしたら自国の選手たちの怪我しそうになっている人たちの痛みをかばっているのかもしれない。それによって怪我が発生してないのかもしれない。その痛い止まりで、だから昨日の日本人の選手の人はもう多分今頃右足痛くなくなってると思うんですよ、膝のところ。
僕もそういうことを日々経験しますね。ただ、試合ができるような状態かっていうと、あの痛みは多分無理です。どう考えても無理です。絶対選手変えた方がいいです。動き悪くなりますから、無理したところで。それと危ない。何が起きるか分からないですから。で、メジャーリーグのその昨年で言うと、1年間、メジャーリーグの試合って100何十試合って行うんですけども、1つの球団だけ100勝を上回る勝ち星を挙げてるんですよ。まあ、勝ち数、勝利数です。ダントツでものすごく強いっていう状態ですね。けど、それだけ、その後、プレーオフっていうものがあって、アメリカンリーグ、ナショナルリーグのその優勝チームが決まってワールドシリーズという形になるんですけども、このプレーオフの段階で負けるんですよ。それはそのペナントレースと言われるその地区優勝を決めるまでの段階の時に勝ちすぎたがゆえにそうなるんです。だこの結果はこの後どう出てくるか、これは何が正解か、これはまだわからないです。だからそこはもう皆さん、冷静に対処しましょう。これは法の下に平等なんですよ。これはもう何かって言ったら、お客さんのその売り上げ云々とかの話とかもありますから、例えば、最下位の球団のところから、ホームラン王だとか、打点王だとか、盗塁王だとか、何かこう、お客さんが見に来てくれるようなものを導入させていたりだとか、去年だったと思うんですけども、パ・リーグのホームラン王の人も法の下に平等を聞かせてますから、3人いるんですよ。同じ数、ホームランの数同じですから、3人ともホームラン王にしてあげなきゃならないっていう形なんですけども、ただ数は少ないですよ。これは神がかり的な力の世界と今のコンピューターの、電波プラス神がかり的な力の世界であって、まだ始まったばっかりなので、だってはっきり言ってこの間のワールドカップをスペインさんが優勝したんですよねって、もうこの段階でもうほぼ見えてるんですよ、話、私からしたら。だからメジャーリーグもすごく、よく観察する人であれば、もう私はすでに気づいてますけども、フィリーズっていう、チームが一番勝率いいんですね。ドジャースもすごく勝ってるんですけども、フィリーズを追い越さないような形になってるんですよ。もう先ほどの話でしたが、どうなるかもう分かるでしょう。そのままプレーオフになった場合どうなるか。しっかりと頭の中を、僕だけじゃなくて他の人とかも対応してくれてた試合だとは思うんですけども、世界ナンバーワンの当時最速だった、ピッチャー、チャップマン、キューバ代表の元選手ですね、その選手からエンゼルスの、その頃大谷翔平選手が所属してた頃なんですけども、もちろんその人は世界最速であって、もちろんその人が点取るのかなり難しいですよ。防御率も、かなり良くて、なかなか点取られてませんから。だけどもその人相手に1イニングで4点以上取ってるんですよ。各打者が、僕から広めた部分のある用語ですけども、頭の中をしっかり渡して覚醒状態っていう例えですけども、能力は飛躍的に上がるんですよ。だから先ほど言いましたように160キロのボールを見た時に、みんな何やあなたはめちゃめちゃ速いぞと、あんなん打てるのかっていうのが一般人の人 の出来上がってない状態の時の感覚で、もう出来上がった状態の感覚があるって言うと160キロ見えてるんですよ。完全に目で見えてるんですよ。で捉えれる感覚はあるんですよ。その感覚がある人はできるんですよ。160キロのボールだろうが何だろうが、変化球ももちろん混ぜてくるんですけど、
止まるんですよ、バット。打ち込まれるんです、チャップマンですら。もうマウンド降りた時なんかもう汗びちょびちょで、帽子のつばとかああいう風なところとかももう完全にあの水浸し状態で、もう汗すごかったですよ、ベンチ戻った時。だからマウンドでいかに極限状態で全力を尽くしていたとしても、そういう風になるっていうのがね、これが現実で、まだオリンピックは始まったばかりなんですよ。だからホームページでそのどうしてもこう取り組まざるを得ない状況っていうのは出来上がってますから、まあ僕はまあできるだけ、取り組むというスタンスで、進めています。で、かたや、昨日の報道ステーションで、オリンピック IOC オリンピック委員会の会長であるバッハさんのは、僕からの心の声で、淡井圭介です、オリンピック最終は、パリでお願いしますと。で、その言葉に対して言葉で OK って返答してくれています。これはあの世界大会とか作りすぎなんですね。で、これはもうまあなでしこジャパンの方たちも、あの僕から何回も聞いたと思うんですけど、これはなでしこジャパンだけじゃなくて、これ男性も含めてそうなんですよ。こんなに国際線増やしたら結婚できなくなります。世界中飛び回らなきゃならなくなるので、お付き合い云々どころじゃなくなるでしょう。で、あとエネルギーの残存量問題がありますから、もうその辺は割り切って、だから恋人いない歴が、長年続いていた淡井圭介にとっては、まあ独身というものが後でいかに自分の心に、深いダメージを負っていくかっていうことをすごくよく分かっているので、もうお金じゃないんですよ本当は。結婚して幸せな家庭、喧嘩のない幸せな家庭だと思いますよ。今の段階でもう一回言いますよ、今の僕のこの状態見てもらったら分かる通り、淡井さん勝負師に戻ってるって、これ分かりますよね。この間のあのオリンピックを放棄しますって言ってた、その状態からは違う、もう完全にあの抜け出せない状態に昨日の晩作られましたから、だからまあ男子サッカーの時間帯も、その前に寝ているだけで、まあある程度時間帯にも起こされてるわけじゃないですか。だから、まあいろいろ聞かされていて、本当は眠りが浅かったのかもしれないですね。まあとは言いながら、昨日もそこそこ筋トレしたりとかで、まあ、ちょっと今電波で聞こえていた声とかもあるので、まあ、意図的にうなずいたんですけども、絶対今時間軸違いますから起こさないように、睡眠不足の意図の方が絶対不利になりますから。だからまあまあスペインの方たちに、まあその僕らしき声がこう聞こえてきて、こう取るっていう声を聞かれた方たち、もちろんその人たちも別にこうやましいような心はお持ちではないでしょうし、まあ、その辺のところで、私はそういう人間ではないと。で、もちろんコンピューターのその私に植え付けられているその条件として、まあいろんな、活方法はあるにせよ、絶対相手から無理やり取ろうとしてはならない。頭の中とか力とか。とにかく僕は自分の頭の中を渡そうとします。で、その、正直もその分量ですね。その量が大きければ大きいほど、もう渡してもらってる選手のシュートの精度から、何から何まで、もう全然違いますね。まあ、点数取られたときはコロナウイルスのことを考え
ちょっと頭の中よぎって、まあ、オウム真理教の可能性もあるっていうことを考えた後に、1点取られてるんですけども、それって大事なことじゃないですか。国連からのその誰がコロナウイルスを作ったかの犯人に関して放送は未だにない。それはものすごく重要なことなんですよ。普通に考えたら日本が勝ってるわけですよね。だからまあ最後の最後まで、ね、試合進んでみなかったらまだ何とも言えないです。でまあ最終的に物事の見方としては、オリンピック全体を見てみなかったらわからない。でまあ女子なでしこジャパン、まあ女子サッカー界だけの範囲だったとするのであれば、この後日本は2勝1敗になったとして、いや、スペインの皆さん、この間の試合、先に日本に勝ちましたよね、になるんですよ。今度我々の番ですよね、になるんですよ。言ったからといって、その効力はなくなるんじゃなくて、もうこれが今まで出てきた結果ですから、もちろんこちら全力で勝ちに行ってますよ。まあ、そこは別に嫌落ちをしてるわけじゃないんですよ。その意図的に負けて次自分たちが勝てるとかそういうふうなわけじゃなくて、最後の最後まで諦めないで勝ちにいってるんですよね。だけど結果的には負けたんですけども、それがその後どうなるかなんて誰にもわからないんですよ。だけども僕はもう場数でもう大体読めてるんです。順序を考えると絶対僕の行動におかしなところはなかったはずなんですよ。というわけです。やっぱり51本ですね。世界の、イチローさん。ギネス記録。プロ野球選手で一番ヒットを打ったのはイチローさんです。以上です。